ありがとう先生。この風景は先生のおかげで叶ってるの。美しいでしょ。間に合ってよかった。ん？どうしてそんなに頑張ったのかって？ミレニアムの生徒たちが安全に輝く夜道が歩けるようにしてあげたかったから。私にできることはこれくらいしかないから。そして私にとってこういう瞬間はすでにプレゼント以上の素敵なものなの。どう先生、まだ時間はあるからもう少し一緒にいてくれる？